ずいぶんゾロゾロと出てきやがったな。リリーパの民さんたち、かわいいです。かわいいかしら。ステラの感性は母ながらわかんないわ。あのモフモフっとした感じ、つぶらな瞳、すっごくかわいいでしょ。はいはい、わかったわかった、そういうことにしときましょう。リリ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 リ。なんだこのリリーパのじいさんは。リーリーわめきまくりやがって。彼によると、リリーパの民たちは太古の昔、新人たちと共に箱舟で天界から降りてきて、もともと暮らしていた土地に似たこの砂漠に住むことを許されて定住したそうなのです。へえ、新人たちと共に天界から来た種族なんですか。また大昔のレオのゾギアートの一族からこの聖刀の守護を託されたそうなのです。それ以来彼らは先祖代々この地で聖刀を守りながら暮らしてきたそうなのです。長老殿、私はレオのゾギアートでレオリア帝国の王女ローザリンデと申す。訳あってこの聖塔の中に入りたい。どうか入り口を教えてくださらぬか。リリ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 リ。レオのゾディアートであることを証明すれば教えてやらんでもないと言っているのです。つまりレオのイドラとなって戦ってみせろと言っているのです。イドラとなって何と戦えばよいのですか。リリリリ、あ、なんだ、地面が揺れ始めたぞ。リリ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 リ。その魔物をレオのイドラとなって倒せたらゾディアートだと認めようだそうなのです。やれやれ、ローザ、お前が試されているようだぜ。まあやむを得ない、聖剣ライオネルを手に入れるためだ。我がレオのイドラをリリーパの民たちにご覧に入れよう。